皆さんこんにちは。ミスユニバーシティ栃木県代表の染谷有沙です。今日は私が通っている作新学院大学を紹介します。新学院大学経営学部、スポーツマネジメント学科講師の石川です。染谷さんの研究ゼミナーの担任をしています。その立場で、学校の方を紹介させていただきます。まず、作新学院大学は、経営学部、人間文化学部、それから女子短期大学部が存在しています。染谷さんが所属している、経営学部スポーツマネジメント学科では県内の4つのプロスポーツチームと提携を結びながら、試合の運営のボランティアや、感染者の調査など、学内だけではなく学外での学びを一つの特色としています。卒業生の中には、プロスポーツチームのスタッフとして働いているものや、それからフィットネスクラブでインストラクターを務めているものなど、あらゆる現場で活躍しています。染谷さんもそういった環境の中で、スポーツマネジメントに関するさまざまなことを学習しております。それでは、紹介の方を続けていきたいと思います。バイバーイ。こちらは中央研究棟です。1階には教務課や学生課、キャリア就職支援課があり、その他の階は先生たちの研究室になっています。こちらが学生会館です。学生たちが学食を食べたり、などを行っています。こちらに見えるのが第三教育棟です。普段私たちが授業に使っています。こちらは第二体育館です。1階がプレイルームで、2階が体育館になっています。奥に見えるのが図書館です。普段調べ物をしたり本を読んだりするのに使っています。これらの建物は国立競技場を設計した隈研吾さんが作った建物です。ここは図書館です。電気はなく自然の光を取り入れている環境にも優しい作りになっています。またおしゃれなデザインになっているので、相棒や灯皿などドラマや映画の撮影現場にも使われています。奥には学習室があります。テストの前など学生たちが勉強するのに使っています。また恋皿では新垣結衣さんがスマップとされるスペースになっています。また教室です。普段はこのように授業を受けています。大学の先生の他にもプロスポーツチームの方に来校していただいて、特別に授業をさせていただいています。作新学院大学には人工芝のサッカー場があります。ここでは授業で使ったり、強化ステーブのサッカー部の練習などに使われています。ここは野球場です。公式野球部は私が通っている作新学院大学はこんな素敵なところなんです。以上、学校紹介でした。